皆さんおはこんばんちは、ウルトラザーズのショシです。こもちゃんです。ということで本日は、2本撮りしてます。はい、2本撮り目なんだっけ。本日は世界対ウルトラ的解説動画コーナー名募集しようこうドンドンドンって感じのねやつ募集しますけど、まあ、このコーナーはですね、過去の世界大会世界大会なり全日本選手権などの素晴らしいスーパー動画をこのウルトラ的にボタンとともにですね解説していくコーナーです。本日は前回に引き続き小柳川舞選手の2年後ですね。いつですか？2016年インスウェーデンですね。スウェーデンの舞小柳川さんのファイナルを見ていきたいと思います。これテーマとか覚えてますか？2年前はラプンツェルだったんですけど、2年後もうね成長されて、女性らしくなった小柳川さんはなんとバーレスクに挑戦します。すごいね。すごいね。ラプンツェルからのアギレラになるっていう。すごい。もうカメレオンですね。これ来年世界大会はスウェーデンですから、会場これか分かんないですけど、会場がここっていう噂を僕は聞きました。ちょっと違ったらあれなんですけど、まあでもスウェーデン開催っていうのもね決まってますからね。まあそういうのも見ていただけたらなと思いますので、今回のまいちゃん Here we go。 ちょっとなんか準備も大人っぽくなったね。落ち着きというか、変わんないね、足の拭き方大きくなったね。なんかすごい会場すごいちゃんと映像で日本でっていうの、なんか嫌な女感出してるね。表現力すごいね。もう出してるもんね。なんかもう鼻にかかった感じで世界を見下してる。ラプンツェルの時は逆やったけど。逆だね。時間かけるね。ためておーエロい。すごいね。全然違うね。2年でこんな変わるんだね。こんなに変わる？あらや。ちょっと待って。前回のまあ先週かなの動画見てもらって、ラプンツェル。前回こんなことしてたのよ。あどけなかったよ。なのが今の何オラみたいな。だって全然正面見てくんないもんね。なんかこうやって小手先でなんかすごいわ、表現力。すごい2年。おーいおーい、挑発的。すごいね。おーい、すごいフリースタイルだわ。すごいね、ショーアップしてますね。首長っ。アンダーですよ。これアンダーですよ。これなんか舞選手のもうずっと苦手なんかな。いや、得意だと思うけど。僕のイメージ苦手なんですけど。でもトリプルアンダーやってましたよ、2年前も。トリプルの展開、なんだ。うわ、軽っ。おい、取ったよ。おお、取った。アンダー。抑揚がすごいね。全然2年前と全然違うね。演技の振り幅がいやね、この、すっごいさ、フロアをすごい全面的に使ってるじゃん。使うね。で、もう一回見てほしいんですけど、常につま先が綺麗。移動も。これが素晴らしいね、やっぱり。ストラット王者。だからね。細かいところまで。この時からやっぱ培ってんだよね。うん。マイナスポイントがあんまりないもんね。隙がない。うん。少ない、隙がね。それ強みですね。ああ、いいね。これ止めていい？はい。舞ちゃんのね、モンスターロールは一番僕が綺麗だと思う。綺麗ね。うん。パターンが綺麗。腕の先まで滑んないんだよね。うんうんうん。左手とか。うん、だからすごい流れが良くてね、すごくストレスのないモンスターをする、一番すると思っている。フラットが綺麗。うん。左手すっごい綺麗なんだよね。なんか選考会と違う。近い。これ、あ、本当だ。めっちゃ綺麗。左がすごい綺麗。おお。乗ってきたよ、乗ってきたよ。商談さんに。おいおいおい。乗るねー。ってやった。もうショーダンサーとして、もうブイブイ言わせるようになってきたね。バーレスクのね、ダンサーですからね。舞ちゃんに怒られるよね。おー、いいね、いいね。女出してるね。おう、かっこいい。そうだね、かっこいい女だね。かわいい、天真爛漫な無邪気なラプンツェルから打って変わって、さっきバイバイで帰るシーン、ラプンツェルと変わってクールな女を2年後にこれだけ演じました。これはね、前回も言ったけど、やっぱファン増えるわ。すごいね。しかも女の子のバトントワラが、やっぱ憧れるのがわかるわ、これ見てると。でもそれってすごく大事じゃない？同性に好かれるってすごい大事じゃん。うん。それはもうだから、もちろん舞ちゃんも見た目もすごいいいんだけど、見た目だけじゃなくて、やっぱり表現力と、それに伴ったバトン技術と、美しさっていうところも、五角形がバランスいいんだろうね。そうだね。やっぱ個性がちゃんとなんか、際立ってるからね。うん、すごいわ。技術だけでもないし、うんうん、かといってなんだろう、テーマにばっかり言ってるわけでもなく、うん、バランスがすごくいい、うん、いやー、これファン増えるわ、そりゃ。先生のご指導がね、うん、ご指導のもとですよ、本当に。だから舞ちゃんの動画を上げると再生回数伸びるんですよ、僕たち。そうなんです。ちょっと今月はちょっと舞ちゃんにすがりましょう。すがりましょうね。いや、すごい、もうラプンツェル。言うへんくない？ラプンツェル。ラプンツェルと、バーレスク、アギレラ。すごいね。素晴らしいですわ、本当に。ちょっとまたやってくれんかな、舞ちゃん。バーレスクぐらいだったらいけるよね。てか、もはや、もっと見応えがありそうだよね。もっと女性になった。見たい。いいね。ですよね、皆さんね、きっと。舞ちゃんのフリースタイル見たいわ。見たいよね。です。小柳が舞ちゃん。やってください。舞ちゃんのフリースタイル見たいね。舞ちゃんのフリースタイル見たい人、もう全世界が。うん。コメントください。何の曲でとかさ。何の曲で舞ちゃんをやってほしいとか。それいいね。うん。この人演じてほしいとかね。うんうんうん。だって今人物で来てるから。そうだね。ちょっと縛ってもいいね。縛ってもいいし、まあこの曲とかで踊ってほしいみたいなのがあれば、コメントぜひお待ちしております。小柳舞選手に届けましょう。すごいね。はい、ありがとうございました。2週にわたって小柳舞選手、ありがとうございました。ということで、今回の小柳舞がいいね、大人と思った方は高評価、そしてチャンネル登録して次回の動画をお楽しみください。ここまでの間、ウルトラフットワラーズでした。ちょっと抑えてる。